ナンシー・アジュラム、本名、ナーンスイーナ・ビール・アジュラムは、レバノンの歌手である。2007年の時点で、累計3000万枚を売り上げ、レバノンの歴史上3番目に、売り上げ枚数の多い歌手となっている。これまでに7枚のアルバムを発売し、数多くの音楽ビデオクリップや、コマーシャルクリップに出演してきている。数多くのアラブの音楽祭に参加し、また賞を受けており、 2008年にはワールドミュージックアワードで最もよく売れた中東の歌手に選ばれた。これはアラブ人のワールドミュージックアワード受賞者としては史上最年少であった。ナンシー・アズラムは中東及びアラブ世界における女性初、そして唯一のコカ・コーラのスポンサーでありスポークスパーソンである。ナンシー・アズラムは ナビール・アジュラムとリモンダ・ウーンの娘として1983年5月16日、レバノンの首都ベールートのアシュラフィエ地区に生まれた。1995年、12歳の時に、レバノンの音楽スターオーディション番組、ヌジューム・アルム・スタクバル、未来のスターたちに参加し、ウム・クルスウムの楽曲を歌って、タラブ部門で優勝した。その後アジュラムは、 名声あるレバノンの音楽家のもとで音楽を学び、18歳に達していなかったものの同国のプロフェッショナルの音楽家の団体の会員として認められた。最初の楽曲は、アブドムーンゼル製作のホーベック・アラム・アルビ・エルギアとラ・ケルマ・エール・エ・シャニでった。1998年、15歳で初のアルバムマイテ・ギャロックをリリースした。 アルバム収録曲のほとんどは純粋なたら部曲であった。次のアルバムは2000年にシール・イナック・アンニとしてリリースされ、前作以上の成功を収めた。アジュラムは経験豊かなプロデューサーで、マネージャーのジージー、ラーマアラーと共に仕事をするようになった。2003年初期、3枚目のアルバム、ヤーサラームは収録曲、アイスモーク・アート・ブ・次を醸した。 そのビデオクリップなどによって、それまでで最も成功したアルバムとなった。ビデオは古いアラブの映画のような作りであり、その中で彼女は客の前で踊り、客にちょっかいを出すカフェの女主人を演じている。これ以外にも複数のアルバム収録曲のビデオクリップが制作された。4枚目のアルバム R.W. の巣は2004年4月12日に発売された。 このアルバムの大成功によって、ナンシー・アジュラムは、アラブ世界における、トップクラスの音楽スターとしての地位を確固たる、ものとした。収録曲、ロー・ノックの、ビデオクリップでは、伝統的なレバノンの結婚式の花嫁を演じている。世界的な飲料手である、コカ・コーラ社との交渉は、この頃から始まり、2005年からは、西アジア及び北アフリカ地域における、 コカ・コーラ社の公式芸能人、スポンサー、スポークスパーソンとなった。アジュラムによる同社の初のコマーシャルには、アルバム収録曲の、オール、タニーキダが使われ、世界的に活躍するイタリアの演出家、ルカとマッシーニが起用された。このコマーシャルが人気を得たことから、登場したシーンを含むビデオクリップも制作された。同じ2005年には、さらに、インターの ビデオクリップの制作も決まった。このビデオでは、夫の浮気を知りつつも、愛と結婚を守るために気づかないふりをする妻を演じている。著名なエジプトの女優、監督である、ファータン・ハマーマーなどがアズラムの演技の才能を見出し、彼女に対する映画出演のオファーが急増したが、本人は大きな関心は示さなかった。2004年にはエジプトで行われた演技系イグレシアスの 初のコンサートにも共演している。5枚目のアルバム、ヤータブタブ、はデラは2006年2月15日にリリースされた。アルバムはそれまでで最も成功したアルバムとなり、6つのビデオクリップが制作され、8曲がラジオヒットとなり、5曲がコマーシャルに使用された。タイトル曲のビデオはキャラメルの制作に入る前のナディーン・ラバキーが最後に手掛けたものである。 次に、コカ・コーラのコマーシャルでヒットとなった、モエガバのビデオを公開し、また新たに広告の契約を結んだ、ダーマース宝石店のファー・フォシャーのコマーシャルと使用曲のビデオクリップも公開した。このコマーシャルに使われた曲は、アナ・ヤリーであり、この曲は、アルバム発売前からプロモーションされてきたものである。ついで、初めて監督に、サイードエル・マルークを起用した。 エイサス・ジャディドのビデオを制作した。これはこのアルバム収録曲中で最大のヒットとされる楽曲であり、そのビデオは聴覚障害のあるサイードの両親に敬意を表したもので、金持ちの女性が、老舎者の男性との恋に落ちる物語となっている。2007年にはさらに2作目と、ナルダー・マース宝石店のコマーシャル使用曲、エディ・カン、およびコカ・コーラのコマーシャル使用曲、 エルドニャ・ヘルウィのビデオクリップ、そして子供向けのビデオとアルバム、シャクバット・シェイク・ハベットをリリースした。エルドニャ・ヘルウィは彼女が出演した7作目のコマーシャルであり、この曲を収録したライブアルバムの発売も決まった。6枚目のスタジオアルバム、シャクバット・シェイク・ハベットは子供向けに制作されたものであり、子供たちに良い価値観とモラルを教えることを目指したもので、アジュラムが 長らく制作を望んでいた作品であった。ビデオでは再び、サイード・エル・マルークを監督に起用し、アルバムに収録されている4つの楽曲、シャクバット・シェイク・ハベット、カタコ・ータ、シャッター、イード・ミラドが取り入れられている。彼女は子供向けのイベントや、子供たちのための募金イベントでこれらの楽曲を歌った。そして、サイードと共に、かつてより彼女の映像監督を務めるファーディー。 ハッダードと共に世界平和を語る楽曲リースイラエレル・アラムのビデオを制作した。ビデオは2008年5月25日に公開された。この日はミシェル・スライマーンが大統領に当選し2007年11月よりシリアが関与する構想によって行き詰まっていたレバノンの政局が打開に向かい始めた日であった。これは 前編が色鮮やかなグラフィックで制作された初のビデオであり、世界中で苦しみを受ける子供たちにより色鮮やかで幸せな世界をと求める意図が込められている。2007年にはエジプトにてライオネル・リッチーと共にこの曲を演じた。2008年の2月から3月にかけて次のアルバムに収録される新曲を取り入れたコカ・コーラのコマーシャルが公開された。 使用された楽曲はメーンギリーアナであり、イエーおよびアナヤリートリオによって制作された。アルバムの発売の5ヶ月前から、このビデオとコマーシャルは大きな成功を収めた。7枚目のスタジオアルバムは予定より遅れて2008年7月30日に発売された。今作ではそれまでよりもずっと成熟したボーカルを披露し大きな変化を見せるものであった。このアルバム、 ベトファーカーファイアは大成功となり、アジュラムはこれによってワールドミュージックアワードの受賞者となった。アルバムには1998年のファーストアルバム以降で初めてのタラブの楽曲、バイティジー・セルタクやその他のダンス、ポップスからドラマ、ロマンス、タラブ、オールディーズなど多岐にわたる楽曲が収められている。メーン・ギリー・アナのビデオには 賛否両論あったものの、次のミンダリークのビデオは広く受け入れられ、メロディー室において7週間連続の首位となった。ロンセットイードのビデオは前作と同じトリオによって、レイラカナーンと共同で多額の予算をつぎ込んで制作され、数ヶ月にわたってチャートの首位を占めた。アジュラムはビデオの制作を求める声に応じて、 収録曲から8曲ないし10曲程度のビデオを作ると発表した。このアルバムによって、ナンシー・アジュラムは、ソニー・エリクソン・モバイル・コミュニケーションズと広告の契約を結び、ナンシーのサイン入りの W595 の特別版が発売され、ワナ・ベン・イーデックがコマーシャル使用曲に選ばれた。結婚から一ヶ月ほどした二千八年十一月九日、ナンシー・アジュラムは、アルバム、 ベトファーカーファイアでワールドミュージックアワードの賞を受けた。受賞スピーチでアジュラムは両親、ジージー、ラーマーラー、ファンやアルバム制作人、夫に対して感謝を述べ、2008年は夢のような年だ。大成功したアルバム、結婚、そしてこの賞、他に何があるだろうかと述べた。結婚と出産2008年9月、ナンシアズラムは 2年間に及ぶ交際の後にファーディ・アルファーシェムと結婚した。結婚式は主に近しい友人や親族が参加して行われた。妊娠中も仕事を続け、この間にロンセット・イードのビデオとソニー・エリクソンのコマーシャルを収録し、ライアリー・フェブレヤーなどのコンサートに参加し、ワールド・ミュージック・アワードの受賞式にも参加している。2009年5月16日に娘を出産した。 同じ日に娘のために楽曲やアラブテクバーミーラーをリリースしている。これまでにアラブ世界の特定の国のためにいくつかの楽曲を作ってきている。2005年のクエート・アルシャホマを皮切りにシャイフの娘たちに捧げられたサン・アベルや2006年にはエジプトがアフリカネーションズカップサッカートーナメントを主催した時期にアナ・マスリーがリリースされた。 この曲のビデオはエジプトの多様性を表現し、その愛国的な歌詞を多くの人が口にする姿が映し出されている。また、エジプトのライバル関係にある2つのサッカークラブを歌った D.W. ザマーレ君もリリースしている。イスラエルによるレバノン侵攻の時には、レバノンに対する愛国的な楽曲、コビブ・エリム・ア・オズ・ヤアド・ブート・ルースのプロデュースの下で制作した。 2007年の混乱の時は、サミール・サフィア作曲による、レバノン軍兵士のために捧げられた、楽曲、カリック・ブイージッチ・エル・ゴドブを制作した。以下は、アルバム未収録曲の一覧である、2007年、コカ・コーラは、ザ・コーク・サイド・オブ・ライフと称する、喜びや、楽しみ、色彩、生命などに焦点を当てたキャンペーンを始めた。ナンシー・アジラムはこのキャンペーンのために、楽曲、 エルドニャ・ヘルビィを作り、そのコマーシャルにはアメリカ合衆国の演出家が起用された。ナンシーは戦乱が終結したばかりのレバノンでの撮影を望んだ。エルドニャ・ヘルビィはナンシー・アズラムの最大のヒット曲の一つとなり、この曲を収録したライブアルバムがリリースされた。また、以下の共演曲にも参加している歌手としての成功により、コカ・コーラ、ソニー・エリクソン、 ダーマース宝石店と広告の契約を結んでいる。2007年にエジプトのモハメド・ハマーキーとターメル・ホスニーが新たに起用されるまで、アジュラムはアラブ世界の芸能人で唯一のコカ・コーラの広告等であった。アジュラムとコカ・コーラのコンビはアラブ世界一円に数多くの人気コマーシャルと音楽ビデオクリップをもたらしてきた。コカ・コーラ・ダーマース。 ワールドゴールドカウンシルダーマースの若者向けのセット、ファーホシャーは、ワールドゴールドカウンシルのコレクションであり、アジュラム自身が選んだものと言われている。新しいコレクションを宣伝するために過去に3回のキャンペーンが行われ、それぞれに異なるコマーシャルと音楽ビデオクリップが制作された。ソニーエリクソンソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズは、ナンシー・アズラムをアラブ世界で 最も人気のあるスターとし、広告等に起用することを決めた。アルバム、ビットファカーファイアのリリースでは、同社も共同スポンサーとなっている。2009年2月、本体背面に、ナンシー・アズラムのサインがついて、さらに彼女のアルバム1枚と着信メロディーが付属した、w 5 9 5愛特別版が公式に発売された。この特別版は、ポスター広告や、 ドバイでの記者会見、そして彼女を起用したコマーシャルにて広報された。アジュラムは数多くのチャリティーイベントやコンサートを行っており、これをとても重要視している。2006年には貧しい人のための義援金の収集と配分を目的としてベールートにてナンシー・アズラムチャリティー機関を設立した。また、子供向けのアルバム、シャクバット・シェイク・ハベットのビデオとして、 平和を願う楽曲、リースイラエル・ル・アラムを制作している。また、アル・ヘルム・エール・アラビの10年ぶりの続編として、100人以上の著名なアラブ世界の音楽家が集まった、エル・デミア・イラレバイにも参加している。2008年6月には、ドバイにて行われたザ・ビッグ・ボール・チャリティーイベントにも参加しており、同イベントは、恵まれない子供のために94万ディルハムを集めている。 このイベントで彼女はお気に入りのドレスをオークションにかけ、ザビッグボールは素晴らしいことをしており、その助けに慣れてとても嬉しく思う。私は子供たちへの愛のためにここに来ており、恵まれない子供たちがこの世の中に幸福を生み出すのを助けたい。私の最新のアルバム、シャクバットシェイカハベット、特にリースイラエルル・アラムは、そんな子供たちから発想を得たものだ。と述べて、 このイベントへの賛意を表明した。ありがとうございます。